はい、皆さんこんにちは。今回もですね、昨年の、ブームピーク時に購入しましたポケモンカード最新の値段チェックしていきたいと思います。漏れなくですね、含み損が出てる状態かと思います。高値掴みはご注意しましょうということで、見ていきたいと思います。3つですね、コレクションから持ってきました。まずこちらですね、メルカリで、8500円で買いました。昨年の5月かな3月かな、ちょっと自分の字が汚くて読めないんですけど、3月かな、はい、買ったカードになります。でカードがこちら、コルニの気合ですね。2021年のカード SR カードになります。このキャラクター、うちのですね長男も好きで、僕も好きなキャラクターなんですけど、そういった理由で買いました。はい、戦う時のね、仕草とかポーズかっこいいですよね。でこちらなんですが、最新の、カードラッシュの価格が、状態が一番いいもので7980円ですね。はい、下がってますね。1万5000円とかね、2万円になってた時もあったと思うんですけど、7000円台で買えるのか、もう1万円ぐらい買ってもいいかな、どうなんだろう。はい、値段が、これはあんまり下がってないですね。そういった意味では1000円ぐらいしか下がってないカードです。続きまして2枚目こちらですね、メルカリで23年4月、昨年の7月に12,222円ということで、少しピーク過ぎて値段下がり始めの頃に手出しちゃったカードですね。もうちょっと待ってれば、まあ、かなり安くなったと思うんですけど、そのカードがこちらです。ミライドン EX の SAR ですね。このカード非常にですね、綺麗でデザイン性があっていいカードだし、ミライドンも人気あると思うんですけど、最新のカードラッシュの販売価格8980円ってことで、とうとう1万円割れしちゃってるんですね。カードラッシュさんで8980円ってことは、多分メルカリで5000円台とかでも買えそうですね。はい、だからもう半分ぐらいになってるかもしれないですね。価格的には12,200円、この時もね、でも結構だいぶ安くなったと思ったんですよ。2万円とか普通に超えてたんで手出しちゃいました。本当はね、ミライドならプロモのカードも欲しいんですけど、まだ買えてないです。で3枚目がですね、こちら、同じく3月にメルカリで買いました。9500円で買いました。これと同じタイミングで買ったのかな。この辺の少し古めのカードの女性サポーターズトレーナーズカード SR 中心に買った記憶があります。ホミックカーですね、ギターを持ったこうポップな感じの絵ですけど SR カードになってます。こちらのカード2019年でちょっとだけ古いカードになってます。で9500円ですけど、これはメルカリ9500円で、カードラッシュだって1万800円なんで、ちょっとと同じような値段ですかね。あまり値段下がってないですね。だからやっぱ最近の傾向としては、この1年から1年半ぐらいで発売されたカードは枚数がすごい出てますんで値が下がってますけど、まあ、3年前4年前とかになっていくと値段が下がらないという傾向なんでしょうかね。だから投資目的で買うんだったら古いカードの方がいいんですかね。はい、ということで、今回はですね、こちらのカードはあんま下がってなかったんですけど、この2つについては漏れなく下がってました。特にミライドンが結構下がってそうですね。やっぱりマーケットにたくさん出てるのかな。はい、ということで、紹介は以上になります。まだまだですね、高値掴みしてしまったコレクションたくさんありますので、どんどんですね、動画していってみそぎしていきたいなと思ってます。はい、以上になります。ありがとうございます。バイバイ。じゃあね、バイバイ。